ではお天気の流れマップで確認していきましょう。朝から見ていきますけれども、こんな感じで雨が降るところ多くなりそうなんですね。北日本もすっきりしないお天気ですし、ただ日中は関東付近、関東甲信は日差しが届いてかなり気温が上がる予想です。暑さにも注意が必要ですね。また九州は引き続き大雨警戒が必要となります。現在は一旦止んでいるところも多いんですけれども、また明日は大雨となるところもありそうですので、土砂災害などにも警戒をしてください。ではアイコンでも確認していきましょう。そうしますと雨アイコンのところ多くなっていますね。関東甲信は日中は晴れて日差しが届く予想で、最高気温見ていただくと東京が33度、長野が32度予想となっています。内陸部一部では35度を超えて猛暑日となるところも出てきそうなんですね。今日は日差しが乏しく、あまり気温上がらなかったところも多いんですが、今日との体感差、そして熱中症対策などもしっかりと行ってください。ではどんな服装が良いのか、服装予報を確認していきましょう。そうしますと、東京と那覇で昼間ノースリーブ、朝晩が半袖シャツと那覇が T シャツとなっていますね。わあ、ノースリーブのイラスト初めて見たかもしれません、この服装予報で。やっぱりなんでしょうね、白の虫捕り少年が着てそうなデザインに見えません？色は赤ですけど。ちょっとランニングの時に着るノースリーブっぽくも見えますね。かわいい、チマッとしててかわいいですね。あとは名古屋も昼間が T シャツ、長袖のところを数えた方が早いですね。札幌で昼間朝晩カーディガン、福岡で昼間朝晩長袖シャツとなっています。京都の体感差が大きいエリアは特に関東甲信ですかね。服装予報も参考にして体調など崩さないようお気をつけください。では明日のお天気についてご紹介していきましたが、ここからは今日のお衣装紹介の時間に参りましょう。今日も素敵なお衣装を提供していただきました。まずトップスがデッセパッセさんのもの、そしてスカートがトランテアンソンドモードさんのもの、そしてピアスがフィービーさんのものになっています。この全身で見ていただくとすごくお上品で雰囲気があって素敵ですよね。まずトップスからご紹介しますけれども、このニット素材なんですよ、わかりますかね。サマーニットで、一瞬着る前にニット素材この時期に着て暑くないかなって心配になったんですけれども、暑がりの私でも全然大丈夫なくらい、すごく通気性のいい軽く着ていただけるサマーニットで、袖のあたりはふんわりしたブラウスの素材になっていて、こういう異素材がミックスされているデザインも可愛いですよね。そしてスカートがグレーと黒が混じり合ったような色合いの花柄スカートなんですけれども、この右側がまた異素材ミックスになっているんですよ。一部だけ少しねアシンメトリーな感じになっていて、チュールのスカートに切り替わっています。これ可愛いですよね、おしゃれ。こっちは普通になっているんですけれども、こっちがチュール。たくさん見せたくて高速で回ってしまいましたけれども、そんな素敵なお衣装を提供していただいておりまして、耳元もご紹介していきましょうか。フィービーさんのピアス、こちらがゴールドの丸いデザインにパールがついていて、顔を動かすとパールが少し揺れるようなデザインですね。
存在感もあって、この白いトップスにパールを合わせると少し統一感も出て素敵ですよね。ということで今日も素敵なお衣装、アクセサリー、スタイリングをありがとうございました。衣装紹介のお時間でした。